こんにちは。在宅がだいぶ長引いてますが、ちょっとついに、ラジコンを買ってしまいまして、家の中でですね、結構遊んでます。これ結構狭小のジムニーの 4x4 っていうですね、今年の3月ぐらいに発売された結構人気の機種で、もう売り切れまくっててですね、やっとサードロットぐらいでつい最近購入することができたんですけど、かなりよくできてまして、四駆ではあるんですが、かなりこの、サスペンションがですね、こう、すごい自由に、動くんですよね。で、あと、まあ、ライトとかも、これ後付けで、つけたんですが、まあ、ライトも点灯しますし、もうとにかく走破性が高いので、めちゃくちゃ気に入って今、毎晩遊んでます。で、今後なんですけど、サスペンションキットが多分狭小から発売されるので、このサスペンションがですね、今こう、ビョンビョンって、このバネっぽい感じでですね、こうダンパーが、まあこれダンパー効いてないですよね。単なるバネのサスペンションの状態を、オイルダンパーだと思うんですけど、今狭小が開発中で、おそらく今月中か来月ぐらいには発売になるみたいなので、それをちょっと入手して、サスペンションはとりあえずいじりたいなと思っています。あとクローリングって言いまして、さっき見ていただいたと思うんですけど、こういう障害物をですね、こう、走らせるとすごい面白いんですよね。これ、Kindle をこんな感じに使っちゃいけないんでしょうけど、こういう感じで、非常にこう、クローリングという、こう、山を、登るものが非常にこう障害物をですねめちゃくちゃこう綺麗に登ってくれるのが面白くてまあハマってますと、こういう感じですね。まあ本当机の上でもこうやってちょっとずつはまあ遊べたりすることができるのでめちゃくちゃお手軽な。まあ、なかなか今ちょっと品薄で手に入りにくいんですけど、家の中で遊ぶには非常に面白いおもちゃですね。まあちょっと、これ以上、ラジコン沼に入ってしまうのも危険な気がしますので、まあ、これぐらいにしておきたいと思います。このヘッドライトの感じとかも結構いいですよね。すごいリアルにできていますんで、まあ、もし万が一、まだ入手できるような状態であれば、結構室内で遊べるので、2万5千円ぐらいかな。決して安くはないんですけど、結構これ長く楽しめるんじゃないかなっていう気がします。もし機会があったら、ぜひ試してみてください。それでは。